おはようございます、小粒です。はい、今日は番外編、バイト始めます。ということで、私が本日いますのはですね、北海道です。はい、札幌までやってまいりました。やってきたのは札幌二輪館でございます。本日は札幌二輪館でファン&ファンっていうね、店舗イベントがプチお祭りですね、行われるみたいで、そちらに呼んでいただきました。年に2回大きなね、二輪館祭りっていう大規模なバイクイベントが行われているんですが、それの店舗規模バージョンっていう感じですね。本当、二輪館祭りプチバージョン in 札幌二輪館っていう感じで、今回ゲストとして呼んでいただきましたので、またまたね、北海道の方にやってまいりました。ありがとうございます。大好きです、北海道。ということでですね、その前回の二輪館祭りイーストに呼んでいただいた時にもですね、実はということで告白させていただいたんですが、私学生の時に二輪館でアルバイトしてまして、本当にね、今日も再びまた久しぶりにこの制服に、ね、袖を通させていただいて、アルバイトの気持ちを思い出しながらね、一日働いていきたいと思います。そして来てくれる皆さんとね、楽しく交流していきたいと思います。バイト頑張ります。ということで、こちらの札幌二輪館さんはですね、広い敷地の中にイエローハットと二輪館とバイク館が一緒に入っている店舗ですね。いやー、これですよ、これ。まあ、私アルバイトの時は主にレジ打ちか女性のアパレルだったりとか、ヘルメットのフィッティングなんかをね、主にやっておりました。私の今日のアルバイトの主なお仕事はと言いますと、こちらですね。てってれーん、豪華景品が当たるチャンスガラガラ抽選会っていうのをやっていて、楽しそう、お祭りなのでこんな感じで賑やかな感じで準備されてますけれども、こちらでですね、来ていただいた皆さんと交流したり、ガラガラ引いたりしちゃいたいと思います。ということで、よろしくお願いしますお願いしますはい、ありがとうございます。ありがとうございます、お会いしてます。これから頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ応援してます。ありがとうございます。おとといも行くのですはい、ということで1日目お疲れ様でした。来ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ寒くてびっくりしたんですが、みんなも寒い中本当にね、来ていただいて嬉しかったです。私と同じぐらいの身長の女性の方、今免許通ってますっていう人がたくさんいて、めちゃくちゃ嬉しかった。私もなんか勇気をもらいました。はい、おはようございます。2日目でございます。昨日極寒でしたので、中の方でアルバイト2日目やっていこうと思います。それで始めたんですね、バイク。おー、じゃあその見てから免許も取ったんですか。嬉しい。ありがとうございます。お近くですか。いや、帯広です。帯広から、いや、メカフェで会った以来。そうなんですよ、メカフェで快活クラブで偶然会って、やっとちゃんと会えましたね。ありがとうございますちょっと同じ今日ジャケット着たけど、そう、同じジャケット着てるお姉さんいるって思ってたんですけど、なんかでも気まずいやろうなと思ってそうWe'll be right back.
さあということでですね、今年の真冬の旅で思いがけずいい出会いをしてまた来たいと言っておりました雪だるま五条店に戻ってきました。もうすっかりですね、もちろん雪もない時期なんですけども、私のねきっと飾られているであろうサインを見つけて2日間のアルバイト打ち上げをね一人行いたいと思います。こんなに早く戻ってくると思わなかった。それでは行きます。はい、はい、ありがとうございます。はい、リブロース向こうは知らないかもしれないかもしれない。希少部位ヒレ、ごちそうさまでした。っていうかね、おい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 、めちゃくちゃ楽しかったよ雪だるま2回目。オーナーのねおっちゃんがですね覚えててくれて、私のこと全然絶対もう覚えてはないだろうと思ってひっそり行ってサイン探して食べて帰ろうと思ってたらですね、お肉の切れ端とかをねガンガンあのカウンターから乗っけてくれるんですよ。うぃとか言って、若いからね脂身の多いところサービスするよとかボンボンボンってなんか気づいたら乗っけられてるみたいなあって、それだけでなんか今日もおもろいなって思ってたんですけど、途中であれ前来たよね小鶴ちゃんって言われてですね感動しました。覚えててくれて、なんかあの後動画に出した後に結構たくさんの方がですね、なんと雪だるまに五条店の方に遊びに来ていただいたみたいで、視聴者の方が、まあ、それでいろいろたくさん人来てくれたよっていうのを言っていただいて、それで覚えててくれたみたいで、トイレに飾ってある色紙の中にプラス今日飲んだ時の写真を飾ってくれるみたいなので、よかったら見てみてください。また来ます。おはようございます。昨日ですね飲みすぎましたねということで、今回お仕事でね全然どこにも行く時間ないかなと思っていたんですが、絶妙にね 3,4 時間ぐらい近くを散策する余裕がありそうでしたので、どこか最後行きたいということで初めてね行く場所を選んでみました。それがこちら札幌場外市場でございます。はい、こちらの札幌場外市場というのはですね、60店舗が所狭しと軒を連ね、毎日隣の中央卸売市場より鮮度抜群の北海道の海の幸、山の幸を仕入れて格安で提供している場所なんだそうですよ。朝早朝の方は威勢のいい掛け声とともに、ここに訪れるお客さんとですね楽しいコミュニケーションを行いながら対面販売をしているようで、賑やかなね場面に遭遇するとねかなり楽しい場所となっているようです。ここではですね約350名の人が毎日元気に働いているようですよ。でお隣の中央市場より早朝産地直送された同産品がですね競り落とされてそのまま店頭に並ぶんだそうで、この辺りのご飯屋さん全部とびっきり新鮮なんですって。ということでちょっとあの札幌のすすきので泊まっていたホテルからタクシーでね直接こちらに来たんですけど、タクシーの運転手さんのおすすめでこちらの北のグルメ亭というところを案内してもらいました。ここに直接タクシーでねここに乗りつけるとですね店員さんが待っていて、なんとタクシーで来てくれた方にカニ汁一杯無料サービス券っていうのを配ってくれました。でスムーズに、ね、中に案内してくれようとねしてましたので、ここでまずはちょっとご飯食べたいと思います。あ、すごい桜マス大きいね。すごい行き花咲ガニ、根室行った時にいっぱい食べましたね花咲ガニさん。うわー、タラバでかー、そしてボタンエビもいる。
出た、島ホッケだ。わあ、美味しそう。すごい、これはやばいぞ。着席してすぐメニューだけでテンションが上がります。どうしよう、裏もある、焼き物もあります。来ました。こちらエビカニサーモン丼を注文しました。そんでね、さっきタクシーで乗りつけてサービスだよっていうことで、カニ汁一杯サービス券もらったので、こちらでカニ汁来ました、と海苔の佃煮わさびでいただきたいと思います。ちなみに中身はボタンエビ、タラバガニ、サーモン、イクラの醤油漬けでございます。いただきます。おいしい、エビ、プルプル、ごちそうさまでした。北の坂は通りには妖怪ですけど、さてお腹いっぱいになって散策も終わったので、千歳空港の方に行きたいと思います。で、この場外市場から直接新千歳空港行きのバスがね出てるみたいなんですが、1日2本、これがあとね2時間後とかにしかないので、おとなしくですね、JR 北海道バスの方に乗って札幌市街地の方に一旦また戻りたいと思います。1時間に1本ペースですね。じゃあこれで札幌駅前に行って、札幌駅からリムジンバスもしくは JR で移動としましょう。札幌駅、なんだかんだで外観をちゃんと見たのは初めてかもしれない。ということで、ここからですね、なんか JR の方で大きな遅れがあるみたいで、リムジンバスを使ってみようかと思います。ひとまず構内へゴー。はい、ということで、どうやら遅れとかなくなってたみたいなんで、 JR 乗りましょう。快速エアポートで新千歳空港に参ります。私には珍しくだいぶ余裕を持って着きました。素晴らしい。チェックインまで1時間待ったし、フライトまであと1時間あります。素晴らしいです。学習していってますね。見て、プロペラ機どこ行きなんだろう、離島とかかな。また会いましょう、また会いましょう。